ショーン・ロバート・アシュモアはカナダの俳優である。テレビドラマ、アナモーフスのジェイク役、映画、X メンシリーズのアイスマン役で知られる。俳優のアーロン・アシュモアは双子の兄である。ブリティッシュ・コロンビア州リッチモンドで生まれる。10歳の時に家族でアルバータ州エドモントンに移ると、双子の兄のアーロン・アシュモアと共にスカウトされてテレビコマーシャルの仕事をするようになり、その後、 家族でオンタリオ州ブランプトンに移るとそこで高校に通いながらコマーシャルの仕事も続ける。アーロンも同じく俳優である。ショーンとアーロンは同じ作品に双子役で出演することもあれば個別に出演する場合もある。アーロンはショーンよりも少し身長が高い。またアーロンによるとショーンはよくナイスガイの役になり自分自身はいじめっ子を演じる場合が多いという。 自身の出世作となったテレビシリーズアナモーフスでは1998年にアーロンが代役を務めたことがある。また、アーロンが一人に役の双子役で主演した2004年の映画マイブラザーズ・キーパーで双子の代役を務めている。1980年代以末よりテレビや映画に出演している。2000年の X メンでアイスマンを演じ知名度を上げる。続編の X-Men 2にも同役で出演し、MTV ムービーアワードブレイクスルー演技賞を受賞した。さらにその続編の X-Men Final Decision でも同役を務めた。他に、コンピュータゲーム X-Men The Official Game テレビアニメザ・スーパーヒーロースクワットショーでもアイスマンの声を務めている。フローズンの撮影中に知り合ったダナワズ・ディント2012年に 結婚し、2017年に長男が誕生している。ありがとうございます。